見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。瀬戸内寂聴さんが9日、京都市内の病院で心不全で亡くなっていたことが分かった。99歳だった。最近は体調を崩し、入院中だった。瀬戸内さんは週刊朝日で美術家の横尾忠則氏と、もう副書簡老身友の内処分、と題して連載をしていたが、今年10月15日号に、瀬戸内が風邪をひいてしまい、寝込んでいる、として、秘書の瀬尾真奈穂さんが代理で連載を執筆。その後、今週発売した11月19日号まで、6号連続で代理執筆が続いていた。近年の瀬戸内さんから自身の死を意識した言及が多かった。0年6月19日号では、自分の死がいよいよ近づいてきたと感じる、と綴っていた。また、今年1月2号では、私は多分、今年、死ぬでしょう、数え年で、100まで生きたと、人々は褒めとやすでしょうより大きいと述べていたが、今年4月6日号のインタビューでは、死ぬまでにもう一本、少年小説を書きたいのよ、と抱負を語っていた。瀬戸内さんが休んでいる間は、連載中の往復書簡で秘書を通じて瀬戸内さんの様子が報告されていた。中月日号では、瀬戸内の様子はおかげさまでだいぶ良くなりました、と述べていたが、週月9日号では、風邪をひいて治りかけていた瀬戸内の体調がまたぶり返してしまった、と綴っていた。一方で、弱っている瀬戸内を見ると、最近特に不安になります。私にとっては、無敵な存在だったからです。100歳、という数字を見れば誰でも高齢者ということはわかります。けれど瀬戸内はそういう括りに入らず、いつも超人的に元気だったからです。しかし、この頃はそうではなく、風邪でも引かれるとそれが命取りになることもあるので、私はいつも怯えています。願いは、無事に年を越せますように、5月の100歳の誕生日を迎えられますように、それだけです、と不安も記していた。瀬戸内さんの様子が最後に紹介されたのは11月5日号で、そこには、だいぶ体調は良くなり、普通に冗談も言え、アイスクリームも食べ、いつもの瀬戸内に戻りつつありますが、しばらく寝ていたため体力が落ちており、書く気力がまだ起きない状況です。最近リハビリも開始し、体力を戻すために歩き始めたりしているので、ご安心ください、と書かれていた。